おはようございます。ゆうすけです。今日も私が散歩するだけの動画です。あ、すいません。靴用の防水スプレー欲しいんですけど、ありますか？口紅でやってるのは、このジェイソン・マークさんのこのリップラペルってやつなんですけど、はい、これ防水スプレーになりますね。あ、こう、ワンプッシュでたくさんこう、踏むような形になるんですけど、はい、これでどれぐらい、できますか？何足ぐらいできます？例えば、これ一足で、一足を一回やれば完全っていうわけじゃないんですよ。だからこう何回かやるっていう風な形にしなくちゃいけないんで、まあこれだと何回ぐらいだったかな、ここに書いてあるのは10から12足ぐらいって感じですね、はい、それあれ1回やって10足ぐらいってことは、いや1回じゃなくて、まんべんにやるっていうのをある程度頭にしてますから。なるほど、なるほど、はい、じゃあ実際10回ぐらいは使えるんですかね。そうですね。あとこれがまあ買えるのもこういうのもありますんで、はい、はい、あ、これはスプレーするやつ。そうです。スプレーと本体もこれついてますから。なるほど。で、買いも別で売ってるんですね。はい、なるほど。これは靴専用っていうか、その衣類、洋服用よりは強いんですかね。いや、同じようなもん。同じようなもん。結構高いんですね。そうですね。ね、結構値段はしますね。あ、はい、なるほど。2000円か、結構高いな。わかりました。ちょっと考えます。はい、すみません、どうも。これとこれ買いたい、これ持ってるから。うん、そうみたい。
昼間はいろんな店があって楽しめるんですけど、夜は多くの店が閉まっていて、午前1時ぐらいで全ての電車が止まってしまいます。あと台風とか地震でも電車が止まります。日本は年間で10回以上台風が接近します。その時は飛行機とか電車、公共交通機関が停止する可能性があります。つまり公共交通機関が回復するまでどこかで時間を潰さないといけないんですね。これ何ですかね。5時間6時間駅のホームとか屋外で台風が過ぎるのを待つのは辛いですよね。時間を潰す方法は、例えば飲食店に行く、ホテルに宿泊する、カラオケへ行く。ネットカフェに行く。それ以外の選択はないですよね。まず飲食店に行く。飲食店で数時間椅子に座っているのは辛いです。おすすめできません。次にホテルに宿泊する。お金に余裕があるならそれでいいですよね。そしてカラオケに行く。そもそもカラオケ店は一人だけでは入れない店が多いんで、もしあなたが一人じゃなかったらカラオケ店はいいかもしれません。カラオケ店は個室で食べ物飲み物があって、金額も高くないです。週末は金額が高いんですけど、それでも夜なら例えば午前1時から午前6時までそこにいても1人3000円から4000円ぐらいでしょうね。あとは、何でしたっけ？あとはネットカフェ。ネットカフェに行く。もしあなたが一人なら、ネットカフェをおすすめします。ネットカフェは個室で、基本的に飲み物だけは無料で、食べ物もあります。シャワーが使える店もあります。ただ部屋がとても狭くて静かに利用しないといけないんで、5、6時間が限界でしょうけど、金額は安いです。まあもちろん金額は店によって違いますけど、もし午前1時から
午前6時まで利用した場合、平均的な金額は2000円ぐらいですよね。今日は散歩するつもりだったんですけど、今からネットカフェに行ってみます。まずネットカフェに行く前に先に言いますが、基本的には静かに利用するのが前提です。ネットカフェの中では私は喋りません。何も説明しません。壁が薄いんで、話すと隣の人に迷惑になるんで、見て楽しんでください。それと身分証明書の提示を求められる場合があります。日本人なら免許証、学生証、外国人ならパスポートを店員に見せる必要があります。私が今から行く店の料金表をこの画面のこの辺に貼っておきますんで、漢字が読める人はそれを見てください。私はまだ料金表を見てないんですけど、カラオケの半分ぐらいですよね。ネットカフェとは違う話なんですけど、日本の人口の 99% がアジア人です。まあこの動画を見れば分かりますよね。当然日本は黒人と白人は少ないです。少ないことが理由なのか分かりませんけど、黒人と白人は女性でも男性でも日本人にモテます。つまり日本人の恋人を探しやすいということです。まあアジア人だから異性にモテないっていう意味ではないんですけどね。はい、はい、お疲れ様です。会員証を持ってくるのを忘れたんですけど。あ、はい、確かめました。では本日現住所が記載されたご本人様確認証をお持ちでしょうか。はい、免許証で。あ、大丈夫ですね。はい、お疲れ様します。先にお部屋をお伺いしてよろしいでしょうか。はい、おタバコ吸われますか。タバコを吸います。はい、確かめました。では喫煙のオフィスやゲームのご利用ございますか。ないです。はい、ではあとリクライニングフラットございますが、そちらよろしいでしょうか。フラットっていうのはこれは、はい、あ、マット敷きの、まあ、お座敷のようなお部屋ですね。あ、リクライニングシートが椅子、椅子のタイプですね。はい、じゃあリクライニングシートで。はい、かしこました。じゃあ喫煙のリクライニングですね。はい、
読者ありがとうございます。はい、します。私もさ、ではこちらですね。既成のリクライニングで966番でお取りいたしました。はい、こちら2階上のお部屋でございます。2階、ここの上に上がればいい、はい、そうですね、はい、当店ですね、全室鍵付きとなっておりまして、こちらオレンジのこちらタッチしていただくと鍵が開く形となっております。はい、こちらですね、中にしまってしまいますと鍵が開かなくなるのでお気をつけください。はい、ではドリンクバーが7階、8階、トイレも7階、8階にございます。はい、お待たせしました。はい、階段の移動ところになりますので、はい、わかりました。これ Wi-Fi はこれで使えるんですか。そうですね、こちら、Wi-Fi につながるときなんですけども、はい、まあ、それぞれ、機種が違うと思うんですけども、はい、まあ、Wi-Fi の設定から入っていただきまして、はい、こちらの番号を打ち込んでいただければ、はい、これはパスワード。そうですね、はい、快活 Wi-Fi っていうものが表示されると思いますので、はい、そちらを選択していただいて、はい、まあ、こちらのナンバー入力していただければ。わかりました。はい、はい、行ってどうぞ。部屋の場所が分かりません。もうワンフロア上だったのかもしれません。ここですね。
はい、お会計でよろしいでしょうか。はい、はい、お預かりいたします。本日お会計が630円でございます、はい。はい、お疲れ様です。1030円お疲れ様です。消費者ではこちら400円とレシートもお渡しでございます、はい、ありがとうございます。あ、レシートいらないです。あ、はい、貸しましょう。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またお越しくださいませ。隣の部屋の入り気がうるさくて、ゆっくり休めませんでした。耳栓があった方がいいですね。すいません。
ソラ。なあなあなあ。半ソラあるよ。これは長ソラ半ソラあるよ。見てるだけ。見てる。ああいいね。見てるだけ。あーなーなじゃあ今回の動画はここで終わります。また次回も楽しみにしていてください。さよなら。ちょっと違う。